京都薬科大学は京都市山市な区五両中内町後に本部を置く日本の私立大学である。1949年に設置された大学の略称は契約カピ。1884年ドイツ人教師ルドルフレーマンによって創立された京都市立ドイツ学校に始まる薬学系私立大学では日本で2番目の歴史と伝統を持つ。 1892年に私立京都薬学校、1919年に京都薬学専門学校を経て、1949年に京都薬科大学へと昇格した。その見学の精神である愛学休校は今に受け継がれている。愛学休校という言葉はラテン語のフィロソフィアイプラクティカズを翻訳したもので、フィロソフィアは 愛知や哲学を意味する。プラクティカズは実践や休校を意味する。休校という言葉は言ったことを自ら実際に行うことで有限実行に近い。愛学休校の元となったラテン語のフィロソフィアイ、プラクティカズという言葉をエントランスホールの正面に掲げ、本学の見学の精神として末長く伝えることとしている。 ルドルフ・レーマン2006年度入学生から薬学6年生を採用している。4年生時代には以下の3学科があった。21世紀 COE プログラム東京大学薬学部に次ぎ薬学部としては2番目に文部科学省21世紀 COE プログラムの拠点に選定された。京都薬科大学愛学館内以下の施設がある。京都薬科大学には現在運動系 文化、学術系合わせて約30のクラブが活動している。多くの運動部は関西薬学生連盟に加盟している。部の中には歴史の古いものも多く、昭和6年、京都薬学専門学校であった当時には少なくとも以下の部活動が存在していた。毎年11月に、契約祭という名前で開催されている。ありがとうございます。